奄美大島国立公園利用のルールとマナー。奄美大島は豊かな自然や美しい景観を守るため国立公園に指定されています。国立公園で自然を楽しむために皆さんにお願いしたいルールやマナーがあります。動物や植物を持ち帰らないでください。国立公園の中には動物を捕まえたり植物を取ったりすることが禁止されている場所があります。その他の場所でも種類によっては法律や条例で捕獲や採取が禁止されている生き物もいます。動物や植物は奄美大島の貴重な自然の一部です。むやみに捕まえたり花や枝を持ち帰らずに生き物の自然な姿を見て楽しみましょう。昆虫トラップなどをつけないでください。国立公園内では自然の美しい景観を守るために許可なく物を設置することはできません。国立公園内では昆虫トラップなどはつけないように、テントを張りたい場合も決められた場所で張るようにしましょう。観察路を外れないように歩きましょう。遊歩道や観察路があるところではコースを外れないようにして歩きましょう。コースを外れてしまうと貴重な植物が踏まれてしまったり道が広がって自然が壊れてしまうことがあります。外来種を持ち込まないでください。島の自然にとってもともと島にいなかった外来種は大きな脅威です。外来種を入れないように山に入る前には靴の泥を落としてペットは山に連れて行かないようにしましょう。ゴミは自分で持ち帰りましょう。海や山に捨てたゴミは景観や生き物が住む環境を壊してしまいます。美しい自然や生き物を守るためにもゴミは自分で持ち帰りましょう。